ケイちゃん、ほらもっとくっついて。腰を抱くな。だ、つねらなくてもよくない？ほんとつれないな。いいから、さっさと自己紹介を始めろ。はーい。アスマ・ハルカ、16歳。コミュニケーション能力の高い双子座で、楽しいこと大好きの B 型。趣味は友達と遊ぶこと。そういえば、普段何して遊んでるんだ？じゃあいつも誘ってんじゃん。カラオケとかゲーセンとか。ああ、あれか。一回ぐらい付き合ってよ。俺の美声に惚れ直しちゃうかもよ。そうだな。興味薄っ。今に見てろよ。じゃあ次は2年 A 組の頼れる委員長の自己紹介をお願いします。さりげなく紹介してくるな。アスカ圭一、水亀座の A 型。趣味は特にないな。あと俺から追加ね。ケイちゃんは冷たいって思われがちだけど、セイちゃんとメグちゃんっていう兄弟を超可愛がってるし、面倒見はすっごいいいよ。あと、あ、ケイちゃんちょっとだけ耳塞いでて。って、おい、耳に指を入れるな。って、はるか、今のうちにシークレット情報公開。ケイちゃんって頭いいくせに案外ちょろいんだよね。それが超かわいい。うん、あと色気が半端ない。いい加減手を解けろ。あ、もしかして感じちゃった？人生やり直してくるか。すみません、反省してます。申しません。ああ、そろそろ締めるぞ。はい。ただのクラスメイトから恋人になるたった一つの方法、メソッド1は4月25日発売です。よろしくお願いします。俺とケイちゃんのラブラブ CD 買ってねー。